皆さんこんばんは。女流棋士の香川真央です。棋士の谷谷博樹です。読み上げの匠です。はい、ということで匠さんとまたコラボさせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今回の企画もまたまた早押し詰将棋バトルです。よろしくお願いします、はい。香川先生がいかにこの早押し機を使いたいかどうかが分かる企画案でございます。今回もただ同じルールだとねつまらないのでまたまたちょっと考えてまいりました、はい。前回の動画では、まあ、ちょっとね時差で匠さんがより情報を持っているというシステムだったんですが、はい、今回はより分かりやすくですね、うん、匠さんには最初にもう問題をお見せしちゃおうと思います。ありがとうございます。いいんですよ。いいんですか。ありがとうございます。で、私たち、まあ、谷谷先生と私は、はい、マイナビ出版島田様が問題を読み上げてくださるので、目隠しで、匠さんが解くまでにこう追いつけるかというような勝負させていただきたいなと思っております。はい、まあ、その分ちょっと前よりは難しめの問題を用意しております。誤答した場合は、はい、次の方が間違えるまで回答点なしと。なるほど、はい。次の方が間違えたら復活できますので。はい、普段は何手詰めぐらいとかありますか？まあ7、9とかを頑張って。なるほど、はい、ちょうどねそれくらいの難易度の問題かなと思いますので、はい、ぜひ見える、はい、ね、特権を生かして。あ、将棋見えるの今日久々なんですよ。そっか、いつもね目隠しされてらっしゃる。そうなんですね。すごい将棋の企画で見えるのすごい久々で逆にちょっと不慣れな感じかもしれません。情報量すぎてパニックになる可能性が、はい、はい、ちょっと初めての、ね、試みですから谷合っていかがですか、はい、自信のほどは。いやでもそう詰め将棋普通に解かれるのでちょっと間に合わないんじゃないかって、ね、ちょっと、まあ、少しだけでもいいとこ見せたいですね。ちょっとね見せ場が作れるように、ね、頑張っていきたいなと思います。それではよろしくお願いいたします。では匠さんはそちらの中に問題がございますので、はい、それをこうめくって見ちゃダメですよ。思わず見ようとしたけど、はい、我々は目隠しで、はいはい、チャレンジします。では島田さんよろしくお願いします。はい、第1問は7手詰めです。では匠さんがめくったところから読み上げスタートしますので、はい、はい、お願いします。いきます。はい、めくってください。玉方4六と5五玉、攻め方2三角、うわ、3四飛車、やめて、6七金、持ち駒は銀桂です。ちょっと難しいすぎますよ。難しい、ちょっとそれは難しいな。はい、早いです。やべえ、わかんない。あれ6六銀、4五玉、3七桂馬、すいません。まあ、頭がまあ、いや、ん、あ、え、普通に間違えた。だから4七桂同と6六銀、4六玉、5六金同玉、3六飛車。やったー、すごい、おかげさまで解けました。 すごい連携プレーですね。これはね難しいです。たくみさん難しかった、ね、これちょっとあの意地悪ですね。だいたいそうですね、まあ、結構広そうな形なので、まあ、目標はこの飛車と角で両手、まあ、同時に王手をかけるっていうのを目指していきたいんですが、と金が強力なのでちょっとそれまずずらしていきます。最初に、4七桂でどーっとこれを切ると銀打ちですぐ詰んじゃって、こっちもこうですね、取るしかないんですけれども、ね、5六銀って打ちたくなっちゃうけどつまないんですよね、逃げられて。だからあえて6六に打って逃がしちゃう感じなんですけど、この金上がりがぴったりの手なんですね。取る一手に最後のこの三六飛車、これが気持ちのいい決め手です。飛車の横利き、角の斜めの利き、どうやっても受からないということで、これで詰め上がりになりました。谷さん、なかなかかっこ悪いところを持ってしまって、はい、次の問題いってみましょうか、はいはい、いやすごい、いやこれ僕の感想言っていいですか。多分視聴者も同じような感じだと思うんですけど、
このあの言い方はよくないですけど、この化け物がすごい後ろから迫ってくる感じが小学生の時にあったのクラッシュバンディク2以来の恐怖感、すごいでかいものがちょっとホラーゲームみたいな怖いですね感じかもしれません。はい、じゃあちょっとね申し訳ないんですけど怖い思いとしてこのまま行きたいと思います。はい、2問目は、7点目です。はい、よーく問題、玉方11玉2三銀4三金5五飛車、攻め方1三桂2一角5一飛車一五。はい、谷川先生、3二角成1二玉1一飛車成同玉2一馬。あれ、あれそれ後手詰めじゃない、あれあれ本当だあ、しかもこれダメじゃん、ダメだな、なんかもうあれ、だからもうダメだ、はい、じゃあ続きをやりますもうちょっと待って、突っ込みどころが多い、押し押し押し、持ち駒が角です分かっただからちょっと待って、はい、3三角同金5四角成1二玉1一飛車成同玉2一馬、やったいやこれあのプロおかしいですね私間違えてばっかだけどちょっとやっぱ違いますわ、さすがですね、すごい、まさかの谷合先生の手数間違えっていう、手数間違え普通に間違えてるはい、こういう配置でした。で、谷合先生は3人角でいや、あの説明しなくていいですよご自身の手順をでも筋はそうなんですよ ね、 そうですね、こう1一って隅っこなのでここにこう導き出してこう2一馬の筋で詰ましたいんですけど、最初に角くなっちゃうと5一飛車ってねこう取られちゃうんですね。でこの飛車が2一まで効いてきてこれは詰まない形になっちゃうのでちょっと工夫が必要、ということで、初手が3三に角をこうポイッと捨てちゃう手でちょっとびっくりする手なんですけれども、同金と取らせて、でこの斜めの利きをね作って縦の利きを止めるのがこれポイントだったんですね。でこうするともう飛車取れませんから逃げるしかないんですけれども、いちいちしなりと先ほどね先生もおっしゃった筋ではい、これ詰ますことが、というような問題だったかなと思います。ちなみに初手4四角はなんでダメなんですか。なりますよなんでそんな恨めしそうな、いや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 、こうですよね、はい、で今おっしゃっていただいたのが4四、さっき3三から打ったんですけれども4四に角を打ってこういう風に角をなったら逃げたら同じようにこう詰むんじゃないですかというようなご意見だったんですけれども、はい、この場合はねここに打ったら詰まないんじゃないかな、はい、これで、1一飛車成と先ほどのように王手をかけたら、三三の地点がねあのさっきは金がいて邪魔だったんですが道が通っているということで、はい、ありがとうございます。はい、というような問題でした。すごい、おー、いい問題。嬉しい、連続で正解できたの初めてなので嬉しいです。提案があるんですけど、はい、あの読み上げるじゃないですか。はい、あれちょっと小梅太夫ぐらいですけど。わかりました。じゃあちょっとここまでね、はい、我々あの連続で解けてきましたので、ここ次の3問目からはちょっと島田さんにゆっくりめに読み上げをお願いできればと思います。はい、では、はい、よろしくお願いします。はい、では、次の問題は、9手詰めです。うわ、伸びた。ではタグさん上げてください。問題、玉方1五角2一香3一玉4二香、攻め方1三飛1四香3三歩3四角、持ち駒が KK です。
難しいこの問題。なんだ。谷先生カタカタ聞こえるんですけど。どっち。もうなんかダメだわ。あ、なんかダメだ。大丈夫。四三桂、四一玉、三二歩なる、同玉、四四桂、四一玉。2、3、角のある同郷一飛車なり。うおぉマジか。ようやく出てきた。あんなに自信なさそうに詰め将棋解いてた谷愛さん初めて見た。何言ってももうブブーって言われる気がして。すごい。じゃ正解手順をちょっと、あ、先に正解でいいのか、これ4、3系としてで、それが見えづらいってやりづらいですよね。そうですね。まあちょっと角の利きがなくなっちゃうんで、まあ同郷は3、2、歩なりからまあ割と並べ詰めなんで玉逃げるんですけど、これで3二歩成としてで、まあ一見ちょっとこういう風に逃げられそうなんですけど、まあ、5一桂成とすれば、まあ、玉よりは角成で詰みですし、飛車の行きがねあるから上に逃げられないですね。ここに引いてて、で、まあ、同玉も飛車成で、ね、なので、まあ、3二歩成は逃げられないので取るしかなくて、で4四桂と打ち替えですね。いわゆる3三の歩を4四の桂に変えるという手続きで、でこうすることで5二に逃げられなくなっているので、まあ、銀で角なって同香で飛車成りで詰み取り詰み取りできた。なるほど、なるほど、なるほど。いや、よ初手4三桂を4一玉で捨てちゃいましたね。おお、うん、いや、それは4三桂見えてたんですね。もうさっき最初にやってみたんだけど、4一玉でダメになっちゃいました、一瞬で。筋のいい方ほどそこで諦めると思います。確かに、うん、いや、素晴らしいです、やっぱりすごい、はい、では、4問目の問題を、はい、じゃあ、島田さんお願いします。はい、4問目は9手詰めです、うん、では、たくみさん、はい、やってください。問題、玉方三三銀、三四玉、四三金、六四歩、攻め方、一五飛、二六馬、七一馬、持ち駒は金です。谷口先生、でもやっぱり積分で削られてますね。普段だったら絶対もう解いてますもん、ね、そうかな。もう結構難しい問題な気がする。やめた、なんか諦めないで。谷口先生にここまで考えさせる問題ってすごいな。長期戦の予想を提示してきましたね。うわ、これ間違えたらやばい。ちょっと待ってね。2五馬、4五玉、4七馬、5四玉、5五飛車、同玉、5六金、5四玉、3六馬。や、天才だ。すごい。うわ、これすごい。難しい。これは難しいです。いや、全部難しい。すごい。いや、これはすごいですね。難しかった。すごい、今のこれ頭でやるんですか。いやー、ちょっと広すぎますよ、もうしびれた。難しい。これを、いや、もう初手から読んでないですね。捨てちゃいました。そう、これは筋がいいとね、捨てちゃうんですよね。なんでさっきの仕掛け。これはすごい詰め将棋的な考え方が多分必要で、なんかここの歩がちょっと怪しいんですよね、はい、で多分例えば分かんないですけど、なんかこの辺でこうなんか詰む感じだったらあんまりこの駒っていらないですよね。だからなんでこれここにあるんだろうなって考えた時に、ちょっとこう理解やりにくい感じがするんですけど、馬を上がってまあ逃げられそうなところを、この7一の馬がね、こう結構
聞いてきているのをちょっと信頼してこう追っていくのが大事なんですね。こう4玉これで逃げられないので引くしかないんですが、まあ、これが大事な一手でした。これ頭の中で7一馬忘れてるとこう6三玉が全然詰まなさそうなんですけど、実際はここに馬がいるので7四金がこの馬が効いてて詰むんですよね。だから、これは取るしかないんですが、5六金5四玉で、でここでようやくこの歩が何でいるかが分かってきたのが、この6三の地点さえいけないようにすれば詰むことができるというので、馬とやればダブルの馬で詰め上がることができるという問題でした。はい、素晴らしい。素晴らしいです。いやちょっと匠さんに押してほしいんだけど、なかなかちょっと手が伸びないですね。これ難しい問題が。これがやっぱガチの撮影ですよ。やっぱりゲストボロ負けするかやろ。いやもう、ね、こっちの方があのチャンネル出たよって言いやすいんで、みんなになんか。ちょっと嫌味じゃなく、まあボロ負けしてたじゃん言われた方が言いやすいんで、自慢したいんで。ここまでの点数が、点数ちょっとじゃあまとめてみましょう。はい、谷谷先生が1ポイント、で香川が3ポイント、そして谷谷さんが3、まだポイントが作ってください。これからご登録、はい、いただければと思いますけれども、はい、最終問題点数はどうしましょう。100点でお願いします。やった行くぞ。ほらこの人優勝しちゃうの嫌なんだよな。まあじゃあ最初の問題は、はい、手数点何手詰めですか。13手詰めです。じゃあ13点見ましょうか。はい、島田さんお願いします。じゃあ行きます。谷合さんが、はい、谷合さんが頑張りましょう。最後問題、はい、玉型1一玉1三銀5四飛車攻め方3四馬4三桂持ち駒は飛車歩3枚です。先生あ、そっか頑張って。いや、気になってますね。あれ長いんだよな、だからあん、はい、3一飛車2一桂1二歩2二玉2三歩1二玉3二飛車ならず1一玉3三馬同桂1二歩2一玉3一桂成る。素晴らしい。やったすみません。いやー言っちゃいました。すごい。いやもうあの途中まで、まあ、追ってなかったんですけど正解かどうかを、はい、途中ででも3人飛車ならずって聞かれて聞こえた瞬間に正解なんだろうなって思っちゃった。ちょっとこれは先ほどもちらっと話に出た合駒をこう悩む問題で、う最初の手も不可飛車が難しいですけど、まあ、飛車から入るのが正解なんですね。でこれ、安い駒を合駒してしまうとこう歩を打って上がった時3三飛車なりですぐに詰んじゃうんですね。これだと1,2,3,4小手詰めになっちゃうので13手詰めにするためにというか長く生き延びてもらうためにここは敬愛をしなくてはいけません。こうするとねこのところこの局面で3三者の夜景まで取り返すことができます。でなので別の手段考えなきゃいけないのでまずは歩を打ちます。1,2玉そうですね。で3二飛車成と本当はねやりたいところなんですが1一玉の局面で歩を打つと1歩詰めという反則負けになっちゃうんですね。歩を打って勝てるとちょっと勝利強すぎちゃう、歩がいっぱいあってね強い駒すぎちゃうので歩でとどめを刺してはいけないというルールがあります。なのでちょっとあえてならずで王手をして
でこれでも歩を詰んじゃうので、さらに逃げ道を作る工夫で3三馬と捨て駒が必要でした。でこれも取るしかないんですけど、これで工夫をすると初めてね、この1二歩に2一玉とこう逃げることができて反則で打ち取られることがないので、ここで3一玉と王手を押せれば詰め上がりになるという問題意味でした。はい、いや完璧な解説です。完璧。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあということで、はい。あ、圧勝じゃないですか。なんか今日すごい強い。谷川先生がすごいポケモンですってめちゃくちゃなんか。そうそうなんですよ。私なんてっていう感じのラインをいただいていたのに。なんか今日すごい覚醒。覚醒。してました。いや見えてますね。はい、いやということで、はい、全部で5問解いてまいりましたが、最終結果は、たくみさんが、0点で、はい、谷さんが1点で、そして私が16点ということで優勝させていただきました。すみません、ごめんなさい、ありがとうございました。いや私もなんかあんまり自分が勝つと思ってなかったから、なんかその谷さんが無双するか、たくみさんがやっぱりこうのなんて言うんですか、このハンデを生かしてねっていうパターンしか考えてなかったから、自分が優勝してるのすごい自分が一番びっくりしてます。嬉しい。いや文句なしの圧勝だったと思いますよ。いや本当に、だから本当にこの企画の後に、はい、積分対決やってようやく釣り合うかなって感じ。いやいやいや、もうあのやっぱりでもお二人とご一緒できてるの方、はい、すごい嬉しくテンション上がって、はい、ちょっとこうイケイケになってたと思うので、またぜひご一緒させて、楽しかったです。はい、ありがとうございます。ということで改めましてありがとうございました。楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。たくみさんのチャンネルの動画もぜひご覧ください。それでは失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。押せなかったやつです。すみません、ありがとうございました。ごめんなさい。めちゃくちゃ面白いですね。本当ですか。